富永ボンドラジオボンドバこんばんは。ボンドを使って絵を描く画家の富永ボンドです。今週から新しいゲスト様をお迎えしております。家作りから街づくりまで業種を問わずご活躍されていらっしゃいます笹川俊一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2回目ですね、はい、だいぶ前に、かなり前ですね、8年9年くらい前に一度出ていただいたことがあると思うんですけども、はい、私のアトリエがある佐賀県多久市を中心に活動されていらっしゃいますが、私が佐賀県多久市に来たきっかけを作った男、なんといやこの人がいなかったら僕は佐賀県多久市に来てないですね。でしょうね。でアトリエもないし、うん、普段から大変お世話になっておりますけども、まあ、本当に多方面でご活躍されていらっしゃいますので、まずは活動紹介からさせていただきたいなというふうに思っております。15分間よろしくお付き合いください。合言葉いきます。せーの、アートに失敗はない。この目に映る景色に足りないよ、描き出すよ今より鮮やかに、ほら昨日より僕らしい世界、夢と呼ぶにはもったいないくらい、雨に塗りつぶされる様にもまた違う色を塗り重ねればいい、この世界を輝かせる夢がもう二度と離れないように。まずは自己紹介をお願いします。はい、私はですね、笹川興建株式会社の、代表取締役の、中で、注文住宅とか戸建て、あとマンションとか、まあ、公共工事とか不動産とかもやりながら、あと別にですね株式会社アシスという会社もやっておりまして、はい、そこの中の代表としてもやっております、はい、でその中ではですね、スコルカフェとかですね、うん、スコルショップとか、あと佐賀のアリーナの方にもあるんですけども、佐賀にですねスコルカフェ&D とですね、はい、スコルショップっていうのがあります。そういうのちょっとご存知かもしれませんけど、あと実はまだまだありまして、そのアシスの中であのメタバース事業とかですね、システム開発の方をやったりとか、うん、あとはまちづくり関連の中でタクシーのまちづくり協議会の活躍隊の隊長というですねものもちょっとさせていただいてたり、あとは、定住移住とかですね空の活用のところで一般社団法人空土地の理事などもですねちょっとさせていただいております。はい、幅広い、はい、すごいです ね、幅が広すぎて、うん、はい、ちょっと何者か分からなくなってきて、そうですね、結局誰なのっていうよく言われるんですけどねあ、まあ、でも、はい、家を作って、そうですね、基本的にやっぱりコンセプトとしては衣食住があってそこに、うん、ライフスタイルを形作りながら、あとは、インフラを作っていって、はい、最終的にはこう何かうまくなるこうプラットフォームみたいなのを作って、なんか全て生きるものに必要なものを自分で作り上げていくみたいな、そういうコンセプトでやっていってるので、結果的にこんなになっちゃってると。こんなになっちゃった、はい、いやすごいことだと思いますけどね。10年前振り返ると分かりやすいかなと思うんですけども、はい、私が佐賀県多久市に移住してきたのが、まあ、ちょうど10年前の、まあ、今日ぐらいですよ。そうですよ、うん、本当だ、おめでとうございます。ありがとうございます。あの、ね、私出会って10年と、そうですよ、いうことで、だからあの頃は建築家としてやってましたもんね、うん、そうですね、本当もそれだけやってました、うん、だからあれから10年でここまで広がって、ねね、アリーナに出店って、ね、すごいですよね。何なんでしょうね。飲食も本当にドローンとかもやって、そうそう、街づくりもね、ついついね、なんかこう増えちゃってるんでしょうね。わかる。でも、はい、多分ね、こういう多分、うん、ボンドさんもね、こう10年間タクにいたらそういうなんかわかりますね、なんか気持ち的にこう。わかります。なんかね、うん、やらなきゃっていう、タクシーは人口が1万8000人切りましたね、1万7770人、はい、うん、でどんどん人口減少の一途をたどってますし、うん、高齢化率4割ですか、うん、うん、だからこう町をなんとかしたいっていうね、 その思いはやっぱし変わってないんですけど、うん、でも自分として その事業もやっていかないといけないし、はい、 そうですね、でそれが最終的に町の活性化につながるといいよねっていうところは、うん、まあ、お互い変わってないんじゃないかなと思いますけどね。もともとはお家を作る会社で、はい、そこから枝分かれしてさまざまな事業を手掛けられているわけなんですけども、はい、そのき
かけってどこにあるんですかね。例えば飲食、雑貨のショップとか、うん、そのドローンの事業とか、うんうんうん、はい、そうですね、きっかけはもちろんやはりその、まあ、笹川興建っていう、住宅の部門があったと、そこの中で自分がやっていく中でやっぱり建物を作るだけじゃなくて、まあ、お家、例えばお家を作った時にその中のインテリアとか、うん、そういうのもやっぱり自分でアレンジしたいなとか、どんどんこうやっぱやりたくなってくるわけじゃないですか。そうですね。で、そうするとじゃあ中の、アイテムを提案できる事業とかできたら面白いよなとか思ってたら、たまたま知り合いの方がいらっしゃって、そこから雑貨屋さんが始めれるような流通先のところを紹介していただいたりとか、でそういうのから始まってトントン拍子でこう雑貨屋さんがオープンして、それこそ8月に10周年ですから、うちも、ね、はい、1ヶ月後にですね、ボンドバの後1ヶ月後にオープンしましたからね。ボンドバオープン後、いや1週間後ですよ。1週間後か。そう。あ、そうか、そうか。7月末で8月の頭が、6日だったからですね。あの宅駅の横にあるアイパレットがオープンして、その中にスコールショップがオープンしたんですよね。そうです。わかります。お家って外見というか、うん、ハードじゃないですか、うん。やっぱりそこまでのプロデュースっていうのはすごいかっこいいコーシャネできるけども、その後住まれる方のねインテリアだったり雑貨だったりっていうところは、その住まわれる方々のセンス、でもそこをある程度ハードに外見に合わせたものも提案できるというようなところまで作ったってことですね。そうですね。そうやってやっていくとね、どん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 、まあ、レベルも上がっていって、で提案したい内容も増えていくわけじゃないですか、はい、もうやっぱり住宅の中のそのアイテムに限らず、いろんなものもやっぱ、ね、洋服アパレル関係もやっていけるかもとか、いろんなものがこうなっていくと、まあ、それをね やれるように自然となってくるので、まあ、それが積み重ねで今みたいになっちゃってるんでしょうけどね。めちゃくちゃおしゃれですもんね。いやいや、任しとったら安心って感じですよ。いや、うん、そんなことはないっす。あのスコル、スコルね、スコル、ね、SCOL で、あの黄色の、はい、看板見たことある人多いんじゃないですか。そうですね、最近はね、なんか、あ、なんか見たことあるスコール、うん、とか言われますけど、スコール、ね、いや大雨じゃないですよみたいな。スコールですよ、ね、伸ばさないんですよみたいな、うん、どういう意味があるんですか。スコールはシフティングコンセプトオブライフ の、 あの頭の文字を取って SCOL なんですね、うん、でその意味っていうのが人生の概念を変えるっていう意味があって、でその人生の概念を変えるハウスだったりショップだったりカフェだったりっていうことなんですね、うん、なのでそのスコルっていうブランドが何かにこう人生の中のライフスタイルの中に携わることによって、いろんな考え方が変わるきっかけになればいいっていう考え方で、そうですね、やってますね。はい、本店というか、まあ、拠点は佐賀県拓新の駅前にあって、そうですね、で、まあ、佐賀市の方の人たちはアリーナの方がアクセスしやすいですかね、はい、そうですね、アクセス的にはあのアリーナの方が佐賀市内はいいと思います、うん、まあ、そこの前の看板みんな見たことありますよね。あ、もう結構ね、皆さんやっぱり、アリーナのね、うん、イベントとかいろいろある中でやっぱり見ていらっしゃるんじゃないですかね。はい、おしゃれな雑貨と、あと、まあ、食べ物も、食べ物もそうですね、タクの方はカフェはあのパンを提供してますけど、佐賀の方に関してはお米を提供して、わざと違うものをアイテムとしてあの置いてるので、はいはい、はい、ああ別々なんですね、うん、でそうするとね、パンを食べに行く人はやっぱりどうしてもタク でご飯だったら佐賀、うん、でこれがあの佐賀の人がパンだあのパンを置いてたらもうタクに来なくなっちゃうんで、うん、やっぱそういうこともあって、やっぱりこう違うものを持ってきて新たな価値を提供するっていうようなコンセプトなんですね。そうですね、はい、はい、アリーナの方は、はい、広場前でイベントとかもできるようになってるんですよね、ええ、あ、そうなんですよ、うん、あの木のねパークテラスっていうところのテラスがあって、そこのところでちょうど私たちも、今度の7月の26、27の金土ですね、うん、あら今日ですね、今日と、明日、うん、今日じゃないですか。そうです、今日の夕方からですよ。ですね、はい、あ、もうね、あ、今日終わってるじゃないですか。21時放送だからもう終わってる。あ、21時はまだ やってますね。やってますか。今から来てって感じ。今どうしてるんですかね、私ね今。もう近くの人今からそうですね、ビール飲みに来てくださいって感じですね。本当本当そうです、うん、で、あの今度今回の目玉はあのビールサーバーを担いで
あのビールガールが練り歩きますんで、スタジアムだけに、はい、50代の女性が歩いてるかもしれない。冗談です、それは、はい、冗談なんかい、はいまあ、ビールはあるよね、はい、ビールはある。そうです、そうです、うん、はい、でお店もいっぱい出るんですか。お店も出します、うんうん、はい、いいですね。お近くの方、はい、ぜひ3週連続金土でやってますんで。そうですか、はい、今週が初めて。そうです、うん、で翌週翌々週の週末金土。そうです、5時から10時までやってます、はい、そうですね、はい、まあ、そういったイベントの情報というのはどちらを見ればわかりますか。はですね、インスタのですね、サンパドットイベントというので探していただければわかります。はい、検索すると出ますかね、はい、出ます、はい、皆さんぜひご覧ください、はい、そしてスコルカフェさん、アリーナのカフェの方は、毎月1日がワンチャンデー。あ、そうなんですよ、うん、ワンデー、ワンワンの日だからワンっていうので、まあ、1日もう、平日土日関係なく1日がワンチャン、全席ワンチャン OK っていう。 OK ってことですか、はい、あ、まあ、散歩がてらね、利用される方も多いでしょうからね。いや、多いですよ。いや、本当この前初めてやりましたけど、すごかったですね、はい、みんな楽しんでもらってました。あ、そうですか、はい、ということは来週ですね、8月1日そうです、ね、ワンチャンでありますんで、ぜひいらしてください。はい、ワンチャン買ってある方は行ってみてください。今週のゲストは、家づくりから街づくりまで業種を問わず活躍されている笹川俊一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ボンドアート誕生15周年記念富永ボンド展2024創生のボンドアート、夢タウン佐賀にて開催間近でございます。8月の10日土曜日から8月18日日曜日まで、セントラルコートでね、夢タウン佐賀のど真ん中で開催させていただきます。今年で7年連続ということでね、皆様のおかげでありがとうございます。今年は原画150点展示即売、大きめサイズの絵をたくさん展示しようかなというふうに思っております。新しいグッズも続々と登場しておりますので、ぜひ見に来てください。そして15周年を記念しまして、自身初の作品集を先行発売という形で、夢タウン佐賀さんの会場で販売しようと思っているんですけども、100冊限定、そしてナンバリング入りでございますので、お早めにという感じですねうん、初日2日目とかがいいんじゃないかなと思っておりますので、まあ初日土曜日ですからね、ぜひ会場に足を運びいただければなというふうに思っております。今年もよろしくお願いします。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 NBC ラジオのウェブサイトメッセージフォームからお送りください。たくさんのメッセージお待ちしております。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。せーの、アートに失敗はない。ナビゲーターはボンドで絵を描く画家富永ボンドでした。また来週。君はその手で何作る、何が君を形作る、水のように揺れる心、その中身は大人子供。君はその手で何を得る、きっとでかいことを成し遂げる。